サッカーエゴイストチャンネルへようこそ。このチャンネルは中学生や大学生など育成年代の指導に力を入れてらっしゃる名古屋 FC 代表尾崎さんと一緒にサッカーの有識者へインタビューする番組となっております。よろしくお願いします。はい、今日はまたソロ企画なんけど、さっきソロ企画とソロ企画の間にある高校の監督からスカウト情報で来ますけども、はい、今は高校もインターハイがの予選がもう佳境でね、ジュニアユースのクラブユースのこう地域大会も佳境でっていろいろスカウトが動く時期になりましたね。そうですね。じゃあ僕もこのエゴイストチャンネル名古屋フットボールクラブの代表ということでやってること、名古屋産業大学のスカウト部部長として高校の皆さんよろしくって言って、はい、ちょっとこう宣伝もさせてもらってね。はい、ということで今日のテーマをお教えください。はい、今日のテーマは、うん、公式戦がないその中断期間みたいな期間のシーズンの戦い方っていうのを、うんうんうん、公式戦がない中断の時の戦い方、戦い方、練習に対する向き合い方。ああ、これはね、やっぱ難しいよね。はい。ちょっとここ 2,3 年っていうか、今年なんか特に大学生見てても、レギュレーション自体が決まってても予定通りにいかないケースがあるよね。はい。で、延期だったり中断だったりって言って、こう、昔はグラウンドありき、愛知県なんかグラウンドありきで、グラウンドがあったらゲームしましょうっていう時代もあったわけ。はい。で、リーグ戦の文化になる前っていうのは必ずトーナメントだったから、はい、こういろんなモチベーションをこう作りやすかったんね。で、今リーグ戦の文化になって、ただ、その、本当のユースっていうプレミアリーグとかプリンスリーグとか、はい、バチッと日程が決まっちゃってるケースってが普通なんだけども、はい、そうじゃないケースで今みたいに空いちゃうケース、これアクシデントで空くケースもあるし、はい、単純にこのオフ期間だから目的を変えてトレーニングしましょうっていうね、ヒントはもうそれしかないのよ。はい、この期間はそのチーム戦術であったりはその公式戦がないわけだから、はい、ウェイトを個に持っていきましょう。うん。うん。まあ、ここは指導者の話し方の配分にもよると思うんだけども、はい。紅白戦とかもやったり、うちの大学でもやるじゃない。今、リーグ戦が なくて、ちょっと中断期間があるから、はい、まあ、紅白戦でもやって、こう、しましょうと。はい。でも、その時にも公式戦と同じような全てを求めてしまう。うん。うん、じゃなくて僕がマネージ、でもこれうちのスタッフが聞いてたら怒るかもしれんけどね、はい、全てマネジメントとこう落とし込みのこうをどう持っていくかっていうのを明確にしてあげる。はい、まあ、公式戦だったらもちろんいろんなこうチームのことをやった準備の紅白戦であったり、相手を想定したフォーメーションであったりっていうのをやらなくてもある意味いい期間じゃない。そうですね。逆に言うとね。はい。そうするとチームとして試すこともできるよと。例えばいつも 4-3-3 でやってるのをね、いろんなこうフォーメーション変えて、はい、今日このシステムでやってみるかなとかって言って目先を変えさせる、まあ、変えさせるか変える。はい。で、僕が特化するのは、ことグループにしていく、うん。うん。例えば、組み合わせによって、あいつがトップ張ったときには、ポストプレーが得意だから、必ず、その後ろに誰かサポートについてよっていう、そんなことを言いながら、その、当然のことにそこに新たな選手を置いてみるとかね。はい。そうすると、それを聞くことによって、チームがある程度、今日のゲームのコンセプトだったり、ね、あ、監督さんこれを今日は求めてるなとか、だからそこはね明確にしてあげると逆にことグループに特化してとか、はい、こうある意味違う
発想で都合させるとか、ゲームを戦わせるとか。僕はまあそういうふうにやってきた。はい。うん。だから、モチベーションは確かにね、1ヶ月もこう公式戦がありませんっていう期間があったときに、トレーニングも、それから今言った紅白戦とか、まあ、トレーニングゲームとかも、はい、なんかこう、ザクッと入っちゃうケースがあるから、はい、まあでも俺も今プレス先しましょうって言って、ね、でもこれ明確に全体のね、全部のカテゴリーに対してこれだけやりましょうっていう監督のこうコンセプトだから、はい、まあ、それはそれでいいけども、各カテゴリーのこう指導者がそういうふうな中断期間にここを今日は特化してやりましょうっていうふうにして、こう最終的には組み合わせていけれるようなふうにしていくといいんじゃないかなっていうふうには思う。はい、うん、答えになってるか分かんないけども、まあサッカーやってる人なら多少分かるよ。いや分かります絶対に、うん、はい、じゃあまあ参考にしていただいてね、はい、うん、ザクッとこういうふうに入らずに、こういうふうにこういうふうに入っていくってね、その中断期間にいろいろチャレンジをしてみる。はい。はい、ということで、以上です。はい、ありがとうございます。